今日は世界的にも有名になりました馬石鉄道に来ています。以前は石炭とかを運ぶ鉄道だったんですけれども、観光化されてしまっているようですね。 C2 型蒸気機関車がですね、小さいトロッコのような客車を引いて、非常に人気があります。値段が随分高くなってるな。乗車券が、30元でした。以前は確か片道5元だったと思うんですよね。このインカムつけた姉ちゃんはガイドさんなんですかね。観光化されたとは聞いてましたけど、ここまですごいとは思いませんでした。なんだよ、釜取ろうと思ったのに乗れって。中間地点のミツバチはですね、ここで機関車のを前後に入れ替えます。終点駅のファンソンジンの駅ですね。ここにはマニアックな車両がいろいろあります。ちょっと見てみましょう。こっちに止まってるのはですね、普通車、プートン車って呼ばれるんですけれども、一般の、地元の人が乗るような車両ですね。観光客はこっちの方にはあまり乗りません。ただですね、やっぱり馬石鉄道の面白さを感じるにはね、こっちの車両の方がいいんですよね。こんな感じでトロッコに囲いをつけただけのような、質素な作りなんですけれども、しかも面白いのがですね、こういう風に番号が振ってあって、一応指定席になってるんですよね。で、チケットを買うとこの番号が振ってあることがあります。5番の、チケットを買ったとしたら、ここにこんな感じで座るんです。車輪からの振動がガタ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 直接伝わってくるんですよ。だから乗り心地は非常に悪いです。そこに置いてある客車なんですけど、0号客車と呼ばれまして、ちょっと特殊な車両なんですね。この辺り昔道路が走ってなかったんで、お葬式の時に霊柩車の代わりに、馬石鉄道を使っていました。で、その時に使われていたのがこの0号客車です。ご覧のように車体に蓋がついてます。で、中に遺体を収納できるようになってるんですね。人民とともに被害者の これ面白い。
今日はですねこのミツバチ輪の前にある、ホテルに泊まろうと思います。まあ、ホテルっていうのもベッドが並べてあるだけの、簡単なドミトリーみたいなものなんですけれども、ただここですねすごい、リーズナブルでいいホテルなんですね。でここ線路がずっとこういうに走っててでこっち側がミツバチ岩の駅です。でこの駅の真ん前ここですね。1階が、薬局とですねまあ簡単なコンビニっていうか、ドリンクとか売ってます。でそこの2階ですね。日本からのお客さんがいっぱい来てるみたいですね。いや見たことある顔の人もいますねこのバケツの中にしょんべんするそうです。あ来たねまあ部屋の前にあるから、いちいちトイレに行かなくていいですね。こんな感じで部屋はあんまり綺麗じゃないですね、うん、最大の難関といえばシャワーですね。シャワーとトイレ、これが使えるかどうかがこのホテルを使えるかどうかにかかってきますね。ここですよ。ちょっと暗いからナイトショットモードで撮りますね。これがシャワーです。シャワールーム、なぜかこんなだだっ広いんですけどこの端っこにトイレ、これすごいでしょ。これ1枚これねピラッとね、こういうのあるだけです。まあちょっと女の人は辛いかもしれないですね。いやすっきりした。でも、部屋にエアコンなんて気の利いたものはありません。風呂上がりは扇風機で涼むしかありませんね。一応動きます。宿のご主人が、飯を作ってくれてます。ご飯とハルビンビールですね。ここで飯を食いながらシーツを見るっていうのはおつなもんですよ。